よし、今日だ。お宝をいただきに行くぞ。お、座れた。なんか読もうかな。あ、これ読んじゃおう。海賊たちは祝杯をあげた。へえ。海賊キットってね、リュウジのペルソナだよね。これで本返せるな。読め終わった。勇敢さが学べたんじゃないか。よーし、え、なんか結構勇敢さ結構、お、ランクアップした。勇敢さ結構上がったな。本すごいな。予告状。あ、そうだ、予告状出したんだった。朝来たら貼ってあったってよ。もう貼った。色欲のクソ野郎、鴨志田すぐるどん。すごい。抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。だから俺たちは、え、結構ちゃんとした予告状じゃない。お前に罪を告白させることにした。内容っていうか、なんか見た目がちゃんとしてる。明日やってやるから覚悟してなさい。心の回答団より。心の回答団。あいつ、なかなかのもんだろ。心の回答だ。結構なんかネットでそれっぽいやつ、いいね。ネットで調べたからな。それっぽいやつ。いや、確かにそれっぽくなってる。微妙。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感はある。あのマークもいまいちなんだよな。作ってもらったのに散々言われてる。そんなことねえし。よくできてると思うよ私は。鴨志田先生、なんかやったの。噂本当だったってこと。あ、やっぱ噂流れてた。鴨志田先生からなんか盗むってこと。この変なマークって、変なマーク言われてるわ。心の回答団って何者。いいじゃん、心の回答団。よくね。ね、そうだよ。あ、来たぞ本人が。誰が。見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。相当聞いてるな。まあ、必要なワードが書いてあればいいのか。貴様か、こら。貴様か。ちょっと本性が出ちゃってるよ。お前らか。え、だとしたら。くだらんな。まあいい。そうそう、どうせさ退学って言われてるから、こっちもなりふり構わずできるわけですよ。あ、来いよ、取れるもんなら取ってみろ。お、興奮してるな、シャドウ鴨志田。うわー、 100% だったぞ。今の鴨志田の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。うん。お宝出現ってこと、今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。今日しかね。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、うん、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。そうか。一日ありゃ十分だぜ。うん。ターゲットに予告状を出しました。パレスに侵入し、お宝を奪いに行きましょう。そうしよう。あ、もう放課後になった。鴨志田パレス。さてと、さてと行くぞ。油断するなよ。あ、ベルベットルームも行けるな。あ、ちょっと待って。よし、行くか。これどこ行けばいいの。王の間の宝物庫を目指せ。王の間の宝物庫、ここだな。一気に飛んじゃっていいのかな。まあいいか。行くぞ。行くぞ。今日の目的はお宝だけだ。絶対に奪い取るぞ。そうだな。敵はいないのか。あ、なんか開いてる。すんごく開いてる。
おいおい、兵士いないしね、どうなってんだ。他に警備を回してここが手薄になったのかもしれん。だがお宝さえ奪えば我々の勝ちだ。そのこのまま進むぞ。え、じゃあ他に敵がいたってこと。まあいいか。いいんかい。ちょっと待て、ここは宝箱とかあるのか。ないか。よし、行くぞ。おお、冠の形してる。おっしゃー、お宝大出現。これでいいの。つーか、でかでかいね。どうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。あ、この輝き目にしみる。目にしみる。なんかムカつく。なんでこんな綺麗なの。鴨志田の欲望なんでしょ。いや確かにね。お宝。つーか、猫が不自然にテンション高え。高えな。どうしたの。なんかにゃー。え、また旅これ。あ、そう、また旅じゃない。どうしたモルガナ。いい加減にしろクソ猫。あ、いや、なんだ、レディの前でみっともない姿。戻ったか。完全にキャラ変わってたし、一体何なの。何なんだろうね。自分でも止められなかったんだ。ん、人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。それって我が輩が人間ってことだよな。え、そうかな。知らねえよ。とにかくお前ら運べ。よし。命令ばっかしやがって。けど思ったより簡単だったな。すげえ罠とかあるかと思ったが。いや、そうだよね、絶対なんか来るよね。これ取った瞬間バレスが消えるんだよね。それで鴨志田のやつも変わるはずだぜ。はずだぜ。よし、今のうちだな。うん、重いんだ。こんなにうまくいくとはな。結果的にペルソナ使いが3人も我が輩の目に狂いはなかったぜ。お前と取引して正解だ。にゃっ、うーやっ、うー、モルガナの正体は何なんだ。モルガナとの関係が深まるのを感じる。あ、これは、おお、ランクが上がったぞ。よし、魔術師コープ。よし、そーっと箱運ぼう。ゴーゴーレッツゴーカーモシだ。え、うわ、やっぱりな、邪魔が入ったな。そりゃすんなり持ってか生かしてくれないよね。あ、うー、やめろ、偽アンちゃん。これは俺様が上司である証明。この世界のコアだからな。あいつ、私のことあんな風に見てるってことよね。いや、変態。変態だな。待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様が直々にここで始末してやる。こっちのセリフだ、セクハラ野郎。よし、迎え撃とう。勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせ。ねえ、隠してくれたのは周りの連中だ。何言ってんだ。俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち。ああ、周りも欲望があったのは否定しないけど。そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。得だ。わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも飛び降りやがった、あの小娘もな。あ、はあって言っちゃった。あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。うん、偉そうにするなよ。取り柄もない凡人が俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。いや、もっと別のことに使えばもっと良くなっただろう。他の人間どもとは違うんだよ。そうね、
まあオリンピック行って金メダル取ったのは事実だからね。欲望に取り憑かれた最低の悪魔よ。その後が問題よな。そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。なんでそんな欲張りになっちゃったんだ。この世界を支配する悪魔さ。すごい顔だ。おお。うわあ、なんかぐちょぐちょしたのが降ってきてる。うわあ、すげえか、なんだ姿だな。勝手だけど間違ってるな。うわ、なんだあのトロフィー。じゃあ、クズのクソガキが人に指さすなって。指さす。見ろ、お宝あそこだ。お宝あそこに乗ってるね。隙をついて取ってやろうぜ。うん、隙をついて取る。奴を攻撃してチャンスを伺うぞ。なるほど。これバレーボールアタック。ふわー、痛い。ついに鴨志田と直接対決。うん。みんなやっちまおう。俺様の勝手だって言ったから止めるのもこう俺たちの勝手だよね。どうしようかな。とりあえずいろんな攻撃をした方がいいか。ペルソナチェンジしてエンジェル、あんまり効かない。とりあえずいろんな属性を叩き込んでみよう。わからないから。ペルソナー、ここでペルソナ、ペルソナー。特になんか弱点とかないのかな。いたバレーボールアタック。さあ、れかわいい。てかよく見るとあれ奴隷じゃんね。ちっちゃい奴隷だ。カモシダアスモデウスすぐる。すごい名前。やってやる。あと与えてない。氷、氷も効かなそうだけどな。銃属性はあんまり効かない。あと物理か、中ダメージぶっ込め。そうだな、あとはピルソナ通常攻撃してみるか。ピリキザム51。勢力増強。うわうわ、めっちゃ回復し、めっちゃ回復してる。あの回復、回復だと。あの中のやつ食ったからか。あれを破壊しないといけない。なるほど、そうだね。回復手段を潰さないと永遠に勝てないよこれ。トロフィー、あ、そうか、トロフィー。次は誰だ。まあいいや、シルキーでいただいていく。こっち攻撃してみるか。あ、おい、なんか怒った。教えたからな。やめろって言われると逆にやりたくなるんだよな。なあ、やっぱあれを攻撃されると困るみたいだな。さっきさアンの銃撃当たんなかったのか、このトロフィーにね。黙れー、もうちょいだな。なになになに、ちょっと待って、なんかワインの中に、アンちゃん、アンちゃん出てきた。いってー。
ちょっと待って、あれをペルソナー、ペルソナアルセーヌ、アルセーヌでエイハーしてみるか。回復しとこう。いけ、サンキュー、サンキュー。で銃で、あともうちょいだな。これはもうあれか、通常攻撃でいいか。よし壊した。ああ、嘘だろ、全日本で優勝の時、全日本で優勝の時。よし、おホールドアップ。こんなことして許されると思ってんのか。俺様はな、俺様はな、俺様は、ああだからどうした。知ってる、それがどうした、それがどうした。え、だから俺様は倒したなんだ、俺様は王なんだ。人のこと見下してるくせによ、今のお前すげえダセー、ダセーな。わざわざ取りに来てやってんの、さっさと渡してくれ。黙れ、貴様らなんとにこれは渡さん。まだそんなこと言う元気があるのかよ。なあ、ならこっちも本気でやってやる。よし、総攻撃だ。俺様は王だ、俺様が王じゃなかったら誰が王なんだ。王だって必要なのか。でも俺様に盾ついて、こりゃとっておきをやらんとな。とっておき、あれ持ってこい。なんだ、はあ、ちっちゃい奴隷が。ブイブイ。なんだと？なんだ、ラズコロース。コロース。お、ミカミじゃない、三島くん。かわいそう。三島、え、なんでこんなところに。これもあれだよね、本物の三島じゃない三島くんだよね。あれは鴨志田の認知症の存在だ、本物の三島じゃねえ、うん、この感じ攻撃が来るぞ、防御するんだ。防御する、防御しよう、ガードしますか。イエスイエス、みんなガードだ。さあさあ気をつけろ。どんな必殺技来るんだ。いきます。美しいトス、うおー、かな、うおー。まあ今ガードしてたからね。へー、ひどい。いや三島くん、助けてあげるからな、三島くん。え、鴨志田様、志保、志保ちゃん、いい子だ、すず。そう、女どもも俺様に対して忠順であるべきなんだ、こいつみたいにな。うわ、嘘でしょ、志保がどうして。パザ、落ち着く。いや、ウサギかわいいけど。じゃないぞ。そうだよね、でもこんなのって。あ、精神に揺さぶりをかけてきてるな。鈴井まで、てめえもう許され。うん、分かったぞ、もう一度見たいんだな俺の必殺。え、また来んのか必殺スパイク。スパイクに集中する鴨志田に攻撃をし続ければスパイクを防げるだろうか、それとも認知の鈴井を倒して鈴井のトスを防ごうか。認知の存在なら攻撃しても実際の鈴井には影響はないはずだが、どうしよう。ここは鈴井のトスを防ぎたいけど、アンちゃんが大丈夫かな。ここは鴨志田を狙おう。よし、
よし、これでいただいていく。いただいていく。どれも別に弱点ないな。ガチだかね。睡眠状態。あ、睡眠って効くのかな。なんか絶対効かなそうだけど、たるんだしとこうか、はい、攻撃力下がる。これ効くのか。味方一体の攻撃力上昇。よっしゃ、ヘッドパッドで。おらー、撃っとこうかな。俺様にトスだ。うまくできたら後でご褒美をやろう。なんだと。鴨志田様、俺様の命を知れ。おー、どんぐらい食らうんだこれ。うお、ミス。ミスラッキーだな。よし、こいつどれもなんか微妙だったな。なんか攻撃力高そうな。突撃。あ、吸血あるな。吸血で回復しよう、ついでに。で、睡眠状態できないのかな、これを。はい、効きませんね。これ絶対ね、この子を倒した方がいいと思うんだけど。いつでもいけるぜ。いつでもいけるぜ。ダメージでイラつき始めたようだ。お、鈴井が退場させられた。お、奴隷が誰もいなくなった。生徒を奴隷みたいにふざけんな。鴨志田、絶対許さないから。力ずくじゃ拉致が開かないぜ。うん、どうする。特殊な作戦を指示する。バトルによっては仲間に普通とは異なる特殊な作戦を指示できる場合がある。そうした作戦では成功すれば戦況が大きく有利になる。仲間の提案を参考にして成功しそうな仲間をうまく選びましょう。特殊な作戦を行う仲間は別行動となるため一人少ない状態でバトルすることよ。なるほど。どうする。宝冠だけ、宝冠だけ狙おう。お宝を先に奪え。どうする。王冠だけ、いや、お宝先に奪えないのか。 ならばプラン B で行くか。プラン B。 見ろ、あのテラスのとこだ。鴨志田の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。鴨志田に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。そうだな。あの王冠取ってやろうぜ。鴨志田のお宝を奪われないように誰かを派遣しようか。あ、奪わなければ。イエス。俺いつでも行けっから。誰がいいんだ。てか、キモ。俺、我が輩の手並みを見せてやる。いや、ここはいつでも行けっから。リュウジに行ってもらおうか。攻撃して気を引いとけよ。うん、任せときな。アンちゃんは多分気づかれるだろうな。攻撃して、カモシテの注意を引くんだ。ジュースとこう、これ。全然聞いてないぞ。そうだな。もっと攻撃しないといけない。OK。 全然聞いてないぞ。なんだって。いた。なんかスキルないかな。バル突撃スラッシュ。
突撃ってなんだっけ。突撃使ってみるか。まだまだ。スキルの方がいいか。おう。いや、敬われない。バカなこと言ってんな。まあいいや、この隙に。いけるか。金のナイフ痛い。違うな。そうだな、ちょっと吸収して回復しよう。全然効いてないぞ。ペルソナいけ。いた。くらえ。半分くらいいかないとダメなのかな。やばいな、そろそろ回復しないと。あ、全体魔法あったな、そういえば。モルガナのもうちょい。味方全体よし、回復しよう。お、いいね。で攻撃してカモシタの注意を引くんだ。違うな。エンジェルのフォーハー。大体草原誤解してんだよ。セクハラなんてしてる。いやいや、してるしてる。俺様とお近づきになりたいってんで向こうからオーションかけて。いや、多分ね、そういうのも本当にあるかもしれないけど、鴨志田の場合は多分勘違いじゃないかな。すぎる。まあお宝に近づけていいけど。お、いけるか。金のナイフ来たな。了解。全然聞いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。ここでペルソナだ。ペルソナだ。回復。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。一回回復した方がいいか。アルセーヌ。スラッシュ入れてみる。26なんか微妙。全然微妙だったね今ね。くらいなよ。てかアンちゃん全然攻撃来なくない。なんかモルガナばっかり。モルガナばっかり攻撃されてる。吹いてモルガナばっかりじゃんね。ペルソナだ。気づかれた。なんだと。気づくの遅えよ。よし、いけるか。リュウジ、おー取った。いいぞ。カモシタが動揺してる。いけんじゃないこれ。シャドウカモシタ勝利。おお、ナイス回避。これあれだな、フォーハの方が効いてたな。フォーハ 308? 300さ、やば。ヘッドバットだな。412倒した。最後あれだな、特殊な作戦成功したらだいぶ弱体化してたね。レベルアップ、レベルアップ。ニュースキル、あ、バイスデー。
いいね。お、お、まだ生きてたか、あいつ。ぐっ、どうしたの？逃げないの？逃げれないのか？逃げたらいいじゃない、運動神経抜群なんでしょ。昔からそうだ、ハイエナどもが機械という名の押し付けばかり、そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ、お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。怖い？今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。鴨志田も鴨志田であれだね、多分優秀な存在だったがゆえに過度な期待とか押し付けられて、こんな心がひん曲がっちゃったけど、あーでもなー、やったことに対して同情はちょっとできないな。あんたはどうする、飛び降りる、それともここで死んでみる。犯した罪は償わないと。一思いにとどめさしちまうか。まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。それを言った生徒に対してお前は止めたのか。そうだよな、あんたは平気で奪ってたんだ。わかった、俺の負けだ。お、とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。刺していいのかこれ。廃人になられたら罪が証明できなくなる。うん、アンドのは優しいな。俺は負けた、負けたら終わりだ。負けたら終わり、これからどうすればいいんだ。罪を償って、罪を償え。お前は分かった、俺は現実の俺の中に帰ろう。おいおい、長話してる暇はないぜ。おお、ここはすぐに崩壊する。なんか崩れそうだね。なんか余裕そうものがな。鴨志田のパレスが崩れてく。死ぬ、死ぬってば。いや、ちょっと。いやー、猫になってる。あ、そうか、リュウジ。そういえば足潰されたって言ってたよな。うわー、逃げろみんな。一番奥にいたもんね、お宝取るために。お、出てこれた。きつ。お、ナビ見てみろ。なんだナビ。目的地が消去されました。え、消去されました。本当だ、行けなくなってる。お宝は、お宝、お、なんだそりゃ。金メダル。メダル？え、あの王冠は？現実世界だとメダルなのか。どうなってんだ？あれも認知の世界。鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。うん、そうか。奴の中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろう。まあ、鴨志田のなんていうか実績というかね。これ。オリンピックのだろう。あの変態野郎、
過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか、うん、そうだね。まあそれを取った事実はすごいけどな。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。そうだ、こっちは退学かかってんだぞ。我が輩にとっても初めての成功例だ。そうなの。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない、うん、パレス丸ごと消えてなくなったんだからなそうだよね。あーもやもやしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの。気になるな。様子を見るしかない。そうだね。しかし揃ってしけた面だな。喜べよ、大成功に終わったんだぞ。実感ねえからな。そうだね、まだ実感がね。多分大丈夫だと思うぜ。鴨志田のシャドウ、現実の自分に帰るって言ってたろ。おう、鴨志田すぐる、あんなやつは人間じゃねえ。けどあの時だけは少しだけ人間らしかったな。そうだね、そんな気がした。お前らのおかげで救われたやつが必ずいるはずだ。表情が全然違ったもん。モルガナ、とにかく待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか、うん、マジで退学なのとか。そうだね、今は待つしかないだな。じゃあ帰るか。疲れたしね帰ろ帰ろ。ただいま。はあ、クタクタだね。近場でゆっくりしようぜ。異世界を探索した日の夜は疲れてしまい遠出できなくなる。自室やルブランでは過ごせるので、それを踏まえて計画を立てておきましょう。帰ったか。お、ただいま。なんか来た。これで志保の仇が取れた。何もできなかった、君のおかげだよ。アンの協力あってこそだ。そうかな、だったらよかったけど。でも認知の世界だっけ。不思議なところだね、人の心を盗めちゃうなんて。不思議といえばモルガナの変身もだけど、パレスの中なのに都合よく猫になってたよね。確かに。アンドの目ざといな、さすがだぜ、うん、物の形を変えちまう歪みの源はお宝だ。失えばもう力は働かない、うん、ま、そうは言ってもあそこで早々に変われたのはベテランの我が輩だからこそだけどな。でもよくよく考えればさ、主人公たちももともとは元の姿で入ってたよね、パレスの中。だから不可能ではないのか。どうだ、すごいだろう。すごいだろうだそうだ。変な生き物だ。指摘が細かい。すごいだろうだそうだ。このチャットモルガナも見てたんだね、ありがとうね。結果は出てないけど少し肩の荷が下りた気分。また話聞いて。じゃあまた明日。おい、え、ダンボール箱。ああ、ショッピング、テレビショッピングか。なあ、イエーイイエーイイエーイ。テレビショッピングで注文したやつ届いた。早いな、届くの。勉強するか、読書する。読書って何持ってたっけ。これは読んだから。ああ、優しさをあげようとしてたんだ私。花屋さんでさ、花屋さんでバイトするには魅力をあげないといけないんだっけ。でもこれ読み終わりそうだからこれ読んじゃおうか。戸締まり頼んだぞ。はい。死後プチの像は渋谷の象徴となった。泣ける犬だぜ。これで優しさが上がったかな。どうだ、読み終わったね。優しい気持ちになれたんじゃないか。うん、ちょっとあんちゃんとのコープをさ進めたいから。優しさ必要って言ってたからな。はあ、そろそろ寝るかね。寝ようか。お、火曜日。おはよう。おはよう。今日も混んでるね。どう、都会名物寿司詰めの味は。寿司詰め、もう朝からお腹いっぱいって感じ。あ、満員電車ね。なんてごめん、
なんかどうしたらいいかわかんなくて、何かしてなきゃ落ち着かないのに、急にできることがなくなったからかな。結果を待つだけの時間って辛いね。不安でたまんないよ。不安なのは俺も同じだ。君もか。そりゃそうだよね。変なこと聞いてごめん。まだ目に見えて結果出てないもんね。志保の容態も気になるし。そうだね、志保ちゃんも気になるな。朝から重いな。私も君も気持ち切り替えてかないとね。うん、そうしよう。昼休み。鴨志田、見た？え？まだ。マジで変わったと思う？そう信じたい。まあ、そうだな。てか俺たちの退学。ああ、いいとこに。川上先生だ。午後の体育は自習。うん。みんなには伝えたけど、念のため。自習？鴨志田先生はお休みです。お休み？鴨志田が休み？これ私から聞いたって言わないでよ。鴨志田先生から自宅謹慎するって連絡が。え？大会前の大事な時なのに。校長先生も事情を聞きに行ったらしいんだけど、何が何だかさっぱりわからないらしくて。自宅謹慎？声大きい。君たちの退学の話も保留になるかもね。よくは知らないけど。保留になるならいいけど。それじゃ伝えたわよ。何か起きてるみてえだな。うん、廃人とは違えみてえだけど、待つしかねえか。うわー、あっという間に放課後。あとは結果が出るのを待つとしよう。リュウジとかどうしてんだ？リュウジ？なんだ？待ってるだけじゃ落ち着かねえし、みんなでどっか行こうぜ。あんちゃん、しばらくの間放課後は志保の。あ、そうだよね。せめて顔が見たくて、早く目覚めるといいな。きっと大丈夫だ。落ち着いたらどっか行こう、楽しみにしてる。そっか。残念だけど、しばらくの間放課後はね、アンに会えないね。今度会った時に優しい言葉をかけれるよう、優しさを。やっぱ優しさ。ついに理事会の日か。ダメだ。月曜とかマジかったる。マジ意味わかんないし。意味わかんないっつったら、ほら鴨志田に届いた予告状、歪んだ欲望を取るとかあって。そういや、そんなあったね。どうせただのいたずらだろうっていう噂話を俺は聞いている。いきなり朝礼とか。どうせ前の飛び降りのことでしょ。鴨志田がなんかやってくれんのかな。自殺なんてしないっての。変な予告状もあったし、先生もテンパってんじゃない。朝練中止でラッキーだよね。朝練中止でラッキーだよねっていう声も聞こえる。全校朝礼を行います。おお、丸井校長先生。悲しい事件が起きたのは皆さんもご存知の通りです。そうだね。幸い一命は取り留めたと聞いていますが、回復にはまだ時間がかかるとのことです。うん、君たち未来ある若者に今一度考えてほしいのは命の尊さ。お、なんだ。お、鴨志田。私は生まれ変わったんです。あ、改心した。だから皆さんに全てを告白しようと思います。鴨志田。え、鴨志田先生どうしたの。何あれ。告白のあれ。なんかしたのか。何あれとか言われてる。教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な嫌がらせ。いや、これ言ったらもう鴨志田教師生命というか終わりだよね。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。ちゃんと覚悟してきたんだな、鴨志田。性的な嫌がらせ。性的な。気持ち悪って言われてる。箸取り松っていうか
私はこの学校を自分の城のように思っていた。気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。もちろんそれは撤回します。あ、撤回してくれた。何の罪もない青少年をひどい目に遭わせて本当にすまなかった。私は傲慢で浅はかで恥ずべき人間、いや人間以下だ。死んでお詫びします。死んでお詫び。何言ってんのかも。死んでも過去は変えられないからな。その病気なんです。鴨志田先生、とりあえず降りて。解散解散。私は逃げるな。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。その通りだ。そうだね、全くその通りだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ。うん。私は高牧さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に高牧さんに関係までも迫りました。本当に全部喋る。ポジション出すとかひどいな。かわいそすぎ。噂デマだったんだ。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。うん。どなたか警察を呼んでくれ。警察？マジで？しかも。すげえ。全然変わったね。証明は終了します。解散解散して。これ予告通りじゃね。太った太った大事生徒。鴨志田がなんかされたのか。太った男子生徒っぽい声だな。いや心を盗むとかないだろ。でも死んで詫びますとか自首しますとか急に言う。バレそうになったんじゃない。自首のが罪軽いんじゃないっけ。何があったんだろうな。あっただろうな。あの鴨志田ってクズだったんだな。これマジなやつなの。いきなり自首とか意味わかんない。まあ今までのうっすら疑ってた人もいるから。教室に戻りなさい。みんな信じるよな。やっぱそうだったんだって人もいそう。あ、トロフィーゲット。変わっちゃったんだね。うん。みたいだな。でもこれで良かったのか。どうだろうね。どうだろう。同感だ。なんかすっきりしない。なんだ。高牧さん。ごめん三島くん。俺たち知ってたのに見て見ぬふりしてた。高牧さん、私誤解してて変な噂広めちゃってごめん。あ、私全然知らなくて鴨志田に無理やり迫られてたんだね。辛かったね。謝りたいって思ってる子きっとたくさんいると思う。ごめんね。ううん、いいの。私だってそれに全部済んだ話だから。あんちゃん。おいそこ早く戻れ。じゃあ。ああ。君にも本当に悪いことした。あ、三島くん。いつか埋め合わせするから。埋め合わせなんていいんだよ三島くん。心が変わったな。君の怪我が減ってくれれば。鴨志田だけじゃねえみてえだな。あ、つか、よかったじゃん。妙な噂もなくなりそうだし。いいよ、私のことは。鴨志田に志保のこと謝らせてやった。私それだけで。なら早く報告してみよう。そうだね、志保ちゃんに。そうだね。ビビったわ。マジで改心だったな。そうだね。運よく廃人化もなかったし、うん、100点満点だぜ。パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。なるほど。シャドウが死んじまう前に説得して現実の本人の元に返してやればいいってことか。それでまあ今回みたいな結果になるのか。そうすれば廃人化は起きないっていうわけだ。うんうん。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。うん。面白いじゃねえの。面白い。声でかいから。
大丈夫だって。つうかどうだった見舞い。志保、意識戻ったの？あ、そうなの？マジか。よかったじゃん。少しだけだけど話せた。鴨志田が自分のしたことを認めたよって志保に言えた。よかった。志保、私にごめんね。だって私が志保のために鴨志田に媚びてたの、バレちゃってたみたい。まあ親友だもんね。謝りたいの私の方なのに。悪いのは鴨志田だぜ。うん、鴨志田の歪んだ心がね。志保のお母さんが回復したら転校させようと思うって。セクハラとか自殺未遂とか。いや、そうだよね。やっぱレッテルついて回るし。志保ちゃんが悪いわけじゃないけど、そういう目で見られちゃうよね。志保もそうしたいって言ったみたい。寂しくなんな。でも私もそれがいいと思った。ここにいたらきっと辛いし。いつだって会えんだろ、生きてりゃ。さ、いいこと言う。龍二、私も変わんなきゃ。にしてもお前、鴨志田のシャドウよく我慢したな。私はただ鴨志田に直接謝らせたかったっていうか。安堵のは優しいんだよな。クズ相手でも廃人化は寝覚めが悪いか。いや、そうだよ。違うけど。違うの？改心させた方が復讐になるなって思う。そういうこと？あいつのしたこと考えれば、生きてる間永遠に頭下げ続けることになるじゃん。世の中死ぬより辛い罰もあるなって思ったっけ。まあ死ぬっていうのはね、ある意味解放されるからな。怖っ。まともかく一件落着だけどよ。そうだね。そりゃ一つ気になってんだ、あの城のこと。あんな変な異世界がなんで鴨志田にだけあったんだ。いや、それは気になる。絶対他にいっぱいあるしよ。別にあの鴨志田に限ったことじゃない、欲望で心に歪みが起きてるやつなら誰でも持ち得るものさ。ということは他にもある。誰でも確かめてみるか。今はいい。しばらくはおとなしくしてねえと。鴨志田のことまた騒がれるだろうしな。まそうだね。パレスで調べるなんて絶対不可能だろうけどよ。そのことだけど、あんたたちもう変な噂立てられてたよ。結託して鴨志田に暴力まがいの脅迫したって。脅迫？んだそれ。さすがに怪盗が実在するなんてそうそう信じないでしょ。予告状は鴨志田の悪事を知ってた誰かのいたずらってことになってるみたい。そりゃそうか。やった本人でも信じきれてねえし。まあそうだよね。今後のことは事態が落ち着いてから相談だね。その前に中間テストだ。とりあえずこのメダルいくらで売れるか確認しようぜ。なんでだよ。こんなのとっとと売っ払っちまった方がいいだろ。お、出た出たって3万金メダルの価値って3万かよ。覚えてる？中学の時に貸したお金。いや、3万も借りてるわけねえだろ。あ、でも高校生にとっては3万大金じゃない？利子がついてたらこんなもんじゃない？おいおいおい、誰も全部もらうなんて言ってないでしょ。てか何年も返さない方が悪いし、借りたものは返すって常識だし。くっそ。事態を見守ることには賛成だ。しかしな、我が輩を巻き込んでおいて作戦成功の勝敗はあげない。フォルカナも賛成してきた。こんな奇名金なんてパーッと使っちまうのもあるな。祝杯あげる。回答の相談は美食の席でと決まってる。おいいね。どうだ、ジョジョ園行く？ちょっとそれ。まあいっか。だったら行きたいところがあるんだけど。どこ？どこだ？志保と行きたいって前から言ってたとこ。じゃあ志保ちゃんも連れてきた方がいいんじゃない？お前もアンが決めた店でいいか？貯金しよう。堅実だな。それでいいよ。
我が輩もあんどのに任せる。じゃあ後で確認しとく。オッケー。いつ行くよ。早速明日にでも繰り出すか。連休の最後にしない？次の日からの学校生活に備えて勢いつけるって意味で、うん、ってことは5日の子供の日だな。子供の日か。で、換金は誰がやるの？任せとけ。何でも買い取る店を知ってる。何でも。そうだよな。あ、リサイクルショップかな。じゃあお願いね。あ、まあいいか。